ピンクのかまぼこ、もう食べられないにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日は日本の若者の睡眠時間が増えてきたっていうニュースだにゃん。20代から30代前半の若い世代の睡眠時間がこの10年で40分ほど増えて、およそ8時間となったことが分かりました。ビデオリサーチと電通の調査によりますと、20代から30代前半の平均の睡眠時間は、男性では7時間55分、女性では7時間59分と、2009年の調査と比べて40分ほど増えて、男女ともおよそ8時間の睡眠をとっているということです。就寝時間が早くなったことが大きな原因で、夜11時にすでに寝ている人がこの世代の男性のおよそ 35%、 女性のおよそ 45% に上ります。調査した会社は、ベッドや布団の中でスマホを使いながら眠りに落ちる人が増えたことが大きな要因と見ています。なるほど、スマホを使ってて寝落ちするようになったっていうのはにゃんだかわかる気がするにゃ。でも日本人の睡眠時間は世界的に見ると短いらしいにゃん。経済協力開発機構 OECD が2018年に行った調査では、1日あたりの OECD 加盟国の平均睡眠時間は、男性が8時間21分、女性が8時間26分だったんだって。これに対して日本人の平均睡眠時間は、男性が7時間28分、女性が7時間15分だったにゃ。日本人の平均睡眠時間は OECD の平均を大幅に下回って、にゃんと加盟国の中で最も短かったんだにゃ。でもどれくらい眠ったら一番いいのかっていうと、実は決まってないみたい。睡眠は体質や性別、年齢など個人的な部分に影響されるからなんだにゃ。睡眠時間は人それぞれってことだにゃ。眠りたいときは、ねえ、無理しないで。にゃーんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃーん。チャンネル登録、よろしくにゃん。